はい、歩間警察です。ああ、なの申し訳ないです。先ほどの淡井圭介なんですが、生活安全課の担当、今、干潟というものがなってるんですけども、別のものに変えていただけないですか。これもともとね、2008年、事件番号は100894なんですけども、両顎を割られて、神戸大学附属病院に搬送されて、骨折なんですけども、男4人組、間男4人組だったんですけど、そのうちの1名が、やっぱり今は黒髪でしたけども、その殴ってきた時は、髪の毛茶髪で、今よりも長い髪の毛の長さの平田で、ほぼ間違いないと思います。で、昔から、小学生の頃も、他校のものであるはずなのに、東山小学校に、私が当時、通学していたところなんですけども、現在名称は夢の小学校なんですけど、そこに絡みに、複数の人間で絡みに来たりとか、で、もともと勤務先にもその男がこう絡みに来たりだとか、それはあったんですよ、昔から。で、一時警察官の話も、分かっています。その警察官だったり、よそで働いていたりという方は結構いらっしゃる。で、その中で、何らかの僕に対する何か恨みか何かがあったのか、ちょっとその辺はよくわからないんですけども、それでなんだと思いますね。で、その後生活安全課についてるところがすごく腑に落ちなくて、とにもかくにも生活安全課の担当のものを別のものに変えてもらえないですか。あ、わかりました。そしたら担当を変えるように言っときますんで。はい、はい、もし変わったらご連絡いただけないですか。わかりました。またじゃあ担当があったらちょっと連絡させてもらって、ね、何かあっても怖くて警察が行けないんですよ。はい、その政府上層部の部分とか結構いろいろ僕も言ってる方ですし、昔から。で、もともと三井住友に合併する前の三井銀行の頃、桜銀行の頃に、そこの従業員の人間がキャバ嬢としても働いていたところに連れて行かれてるんですよ。で、勤務先に、上に、エロ業界側の人間が、ちょこちょこ入り込んでくる。で、昔、皇室の方たちとかが、その当時から、その後、総理になられる方とか、大臣になられる方とか、会いに来ていた、もちろんその当時の大臣の方とかもいらっしゃったんですけども、そういった方たちと会ったりしていたことを、僕は結局、忘れていたら自分の置かれている状況がまず分かってない。だから、安易に人を信じてしまって、昔の結婚話の人間の話とかをされた時に、結局そのものを信用して200万ほど金貸しをさせられて、ちょっと長くなる。また生活安全からも担当決まったらまた電話するんでね。はいはい、それで入ってきますね。だいぶ上の方まで話通用する方にしといてください、ね。あ、わかりました。それ、はい、すごい慣れた方に昔フルーツラパークで教えてもらいました。相手どれぐらい上の方って、俺らも、それ相手上の方だったら何もできん時あるからって教えてもらったことあるんで、背の高いメガネのかけた、長老の方で、もう一人の方は僕と年齢近い方で、制服がすごく上の方の階級の人って制服違うじゃないですか。その制服着ていた人とセットで。生活安全課長、じゃあつけてもらいますかね。上の方の方、できるだけお願いいたします。わかりました。はい、すいません。これが、ご機嫌電話かけた日なんですけども、昨日、本日は、10日、ピントがなんかおかしいな。先電波で、先ほどの対応された方の声でね、黙れっていう声言われてきてるんですよ。で、それはコンピューターの AI、もう行政側のコンピューター、だから警察官とか、公務員、国家公務員、地方公務員を含めて、変な人間紛れ込んだら、コンピューターのその電波での攻撃が始まるから、それを告発しようとしたら、それがもうめちゃくちゃです。で、実はこの電話何回かしてるんですよ。誰が人事を、
担当していて、その人事の人間は誰に指示をされて平田という男を生活安全課のものにしたのか、あとまあ証拠で、証拠なのか何なのか分かんないですけども、あの河川水門開式玉発電で撮影でね、 JR の道場駅、あのまあ閑散としたところですよ。でその丸山ダムの方へ向かって、河川の撮影をしに行ってた時に、いや丸山ダムで会ってますね。でまあ金銭寺湖、泉の名前とダムの名前が2つあるんですけど、まあ金銭寺湖の方はね正直、名称をまあそう読むんだろうなと思って振り仮名がないので、言ってます。まあまあその河川を丸山ダムに向かって歩いて行った時、左手の方にボロボロの家があったんですよ。ものすごい廃墟みたいなところ、なんかこうバイオハザードとかに出てきそうなね。でそこに平田って書かれた表札があったんですよ。でそんなに悪いことした警察官が本当にいるんだったらとか、なんか昔そういうふうな話で、一説によると、だからそこに平田っていう名札をつけてる人間は一部始終のことを知ってる人間なんだと思うんですね。で他にも似たような警察官何人混ざってます。だから1956年に売春防止法が出来上がったでしょう。だから検察官も警察官も裁判官も議員も地方公務員も国家公務員もめちゃくちゃなやつら昔はものすごいだ。そこからの巻き返しだから、組織の内部がもともと異常だったの。そこからのスタートで、たかがその頃から今、経過しているのまだ70年経過してないぐらいじゃないですか。68年ぐらいじゃないですか。今2004年ですから、戦争の頃の年号とちょっとごちゃごちゃなんですよ。あの戦後70年の話と、そうじゃなくて今、1956年の売春防止法の出来上がった時の話ですから、これこういうところを全部まとも化するのがものすごく難しい。被害者が何が嫌がってるのかっていうことを分かっていて対応しなきゃならない。だから春山整骨院に集まっちゃダメ。ずっと僕証拠作らなきゃならなくなるから、どんな組織の人間であっても。でスポーツ業界側の人間とかはマッサージ屋とかを始めと、もともとプロゴルファーだったの、プロ野球選手だったの、プロサッカー選手だったの、そういう主な人とか、あとは格闘技業界、そういった人間がマッサージ屋を開いて、まあエロ業界になってる人間はエロ業界になってる。本当にもう昔からこれで、阪神淡路大震災は1995年にあったんですけども、その頃から、その阪神淡路大震災の後に春山整骨院1号店が出来上がってるの。この辺の北区の元々 の、 あの最初の春山整骨院は、港川商店街と東山商店街と、その横に、まあ、港川駅の近くにそのパークタウンとつながっていた、みな市っていうところがあったんですよ。その辺りのどこかに春山整骨院っていうのは一時的にあったんですよ。か、東山商店街か港川商店街のどこかに、すぐ潰れます。こっちは学校で PTA で動いて、僕は小学生の頃だったからあまり詳しいことは知らないですよ。 PTA が動いて潰しています。これは本当。なんか違う内容頭の中よぎらせて、君は入院とかわけのわかんないことを言ってきてる人間が存在するけども、逆でそれ入院したら医療業界と警察官組んでる話したでしょ。建設業界と金回し合ってんの。ちゃんと裁判所で決着や。法廷で一般人が見てる中で決着。それができない人間、その裁判官、そいつから調べたい。以上。